本学寺は、岐阜県高山市上宝町本郷にある、釈迦如来を本尊とする臨済宗明神寺派の寺院。飛騨地方の名族である江馬市所縁の寺であり、針高市商人の笠ヶ岳最高に、ゆかりのある寺でもある。飛騨33観音令状24番札書。3号は、光源さん。本学、元悟るとは、 主張の事象は、本来正常であり、一切の妄想を離れ、寺司令として、各地の聖徳を本具するという仏教用語である。創建不省の天台修寺院、荘厳寺を鎌倉時代の文英年間に、江間明行の子、江間朝方が、この江間時信を僧として入寺させて再興し、本格寺と名付けたのが始まりである。事後は後に、現在の通り本格寺に改められている。 天正十三年、富山の役において、笹成政により明かれて廃れるが、官営年間に国大寺の松岩王将により、中高されて、臨済州に改められた。安永年間、十三世路盆王将により石垣などが整備されて中高される。その頃渡り地方も舞台になった大原騒動が起きており、騒動の指導者の一人である、本郷村の前、苦労の墓や、 騒動で犠牲となった人々の供養等が混流された。天明年間、霊衆王将が、総勇士の南末王将、北衆王将と共に、笠ヶ岳に登山。文政6年に、椿州王将は、針高商人の笠ヶ岳最高に協力。その後も数度派、高志商人の笠ヶ岳登庁に協力した。そのため、当時の笠ヶ岳登庁に関する資料、 片賀学最高期、片賀学最高官下張等を所蔵している。石垣及び関念物供養等は、高山市の文化財に指定されている。また、樹高22メートルを超える銀南の大木が、境内にあり、こちらは、高山市の天然記念物となっている。その他の寺宝としては、前述の笠ヶ岳当庁に、関する資料のほか円空作の地蔵菩薩像がある。 ありがとうございます。